こんにちは、新井家具別当館の M 島です。本日もご視聴のほどどうもありがとうございます。本日はですね、もうすぐゴールデンウィークっていうのが、始まるんですけどね、遠いとことか、旅行なんかはちょっと行けないとは思うんですけど、中には家具をね買われる方もおられますので、若干ちょっと前にも動画で流してるんですけど、特に連休っていうのはいろんなことが起きますのでね、そこら辺の注意勧告をしとこうかなと思います。ちょうど1週間前ですかね、ルフっていうデザインベッドの、動画をアップしたんですけど、弊社には限られた展示台数ですのでね、そんなに台数がないので、展示会が本当は5月に あったんですけど、それがちょっと無期延期になってるんでね、そこで展示できなかった機種とかいろんな機種を、撮影してご紹介したいなと思ってたんですけど、コロナの影響でですね、いつ撮影できるかわからないんですけど、引き続きねご視聴いただければ本当に幸いでございます。ちょっと話は本題の方に入っていくんですけど、もうすぐゴールデンウィークですね。でこのゴールデンウィークとか年末年始っていうのは結構お休みがある程度長い期間になりまして、そのあたりで明けになってきて倒産とかですねする家具店とかもひょっとしたら出るかもしれないので、お支払いはそのゴールデン期間中とかですね、そういう天外祭事があったり、ゴールデンウィーク前ですね、ゴールデンウィーク前に買われるとその家具の、配達っていうのは当然ゴールデンウィーク明けにしか配達できませんので、だから倒産とかのリスクもありますのでね、お支払いは、有名なカードでしていただいた方がいいかなということです。前々回かな、ちょっと動画の方で、広島でですね、ちょっと取り込み詐欺みたいな形で祭事をやられた家具店があったんですけど、去年の増税後ですね、ちょっとやっぱりどんどん販売実績っていうのは各メーカーとも苦しくなったところに、今このコロナウイルスの、不景気が襲ってまいりまして、自粛要請とかもあって、店舗に来られるお客さんがもう毎週うちの方でもだいぶ減ってきてる状況ですね。ほとんど売り上げがないところも多くなってますので、廃業ですね、最終的に保証とかもいろいろあるんでそこら辺を見据えてまだ継続されてるとこもあるんですけど、廃業できるとこはまだいいかなと思うんですけど、借金をされてるところとか、やめられないところ店舗っていうのは必ずあるんで、この連休の後っていうのと、年始ですね、年末年始の休みの明けた後っていうのは本当に倒産は多いんですよね。で今回の場合はもう想像をはるかに超えた、不況ですのでね、今回のゴールデンウィーク、もしこれがずっと長引いていけば、どこまで長引くか分かんないですけどね、こういう状態でどんどん先送りされていくと本当に持たないっていうところが出てきますので、飲食店ですとね、倒産しても行ったら閉まってたっていうことで別に被害はないと思うんですけど、家具の場合はやはり、買われてからやっぱり商品がつくまでに時間差がありますのでね、そちらの方で
まあ、過去もいっぱいありましたのでね、まあ、ちょっと注意していただけたらなと思います。とにかくゴールデンウィークとやっぱり年末年始明けっていうのが、まあ、そういう倒産が多いっていうことですね。まあ、その今ね、前回もお話してますけど、まあ、一番トップ走ってるところとかはいいですけど、それ以外っていうのはもう本当内情っていうのはなかなか消費者とか一般人に分かりにくいのでね、まあ、小売店、まあ、あとメーカーの方もそうなんですけど、メーカーや、まあ、このね不況が長引けば、まあ、倒産ということも今後出てくるかもしれないですよね。まあ、本当に、まあ、そういうことは、あってはならないし、ね、ないようにしていただきたいなと思うんですけど、まあ、当面は購買される場合、買われる場合は、カードで買っていただいた方が、現金は使わないっていうことが当面いいかなと思います。まあ、こちらの方をね、皆さんに共有していただいて、まあ、これ以降もね、まあ、動画の方で当面やっぱりこう外に出られませんので、まあ、いろんな業界の裏話とか、まあ、もっと奥の話とかもね今後していこうと思いますので、まあ、興味のある方はチャンネル登録とかしていただいたら、動画アップするたびに通知がいくと思いますので、またよろしくお願いします。本日もご視聴のほどどうもありがとうございました。